カパイシャンはハイチの都市。2003年の人口は11万人。北県の県庁所在地である。フランス植民地時代のサンドマニレースウェイク条約を受けて欧米で1711年にカプフランセとして建設された。1803年のカプフランセ郊外のベルティエールの戦いでデサリーヌら反乱軍が勝利し、ハイチ独立に伴い改名された。1806年にアンリ・クリストフのハイチ国の首都ミロはカパイシャンの12マイル東南に置かれた。ミロにはサンスー城が残されている。シタデル・ラフェリエールはそこから5マイル南の山の上、カパイシャンから17マイル南にある。晴れた日には市内からそれらを眺望できる。1811年クリストフが王位を宣言して、アンリ一世となると首都がカプに移され、カプアンリに改名された。カリブ海に面し、ペチョンビルの上流階級の別荘地ともなっている。アメリカ海兵隊による占領の名残で南北の通りはアルファベット、東西の通りは数字で呼ばれる。東南端に小さなカパイシャン空港があり主に国内線を運航し、国連軍のチリ部隊が警備に当たっている。国際線は、フォートローダーデールとの間で週に5便を、リンクス国際航空が運航している。市内には、国連ハイチ安定化派遣団の隊員数百人が駐留する。フェンスで囲まれた、ラバディは、カパイシャンの北西6マイルにあり、ロイヤルカリビアンのクルーズ船の停泊地となっている。ありがとうございます。